チャオス。どうも、ポルタでーす。カビラーということで、本日はマインクラフトタガワンやっていきたいと思いますけれども、本日は何をやっていくかと言いますと、全自動小麦収穫機作っていきたいと思います。イエーイ。かっこ他の野菜も対応してるよということでやっていきたいと思います。こちらの、青汁カーの方に材料の用意してきております。で、家からね備えておくね、ここがちょっと開けたところがありましたので、この辺に作ろうかなと思っております。材料はこんな感じです。まあ、ざっとで用意してるので多分こんなにいられると思うんですけど、ガラスとか、まあ、一応多めに用意してあります。この辺を揃えていただければ足りますかね。で、レールはあっちに俺村人さんを増殖させる装置を作ってるので、そこから連れてくるためのやつなんで、で、もともとここにもレールを引いちゃってるから、ちょこっと改造してこっちに来れるようにすればいいから、こんなにね用意はしてきてますけど多分いらないと思います。まあ一応念のため多く持ってきてますから、念のためですね。で、まああと耕す用の区はその辺があったら大丈夫かな。はい、では作っていきましょう。で、まずは土ブロックだな。土ブロックとコンポスター、農民さんがいるので、ハーフブロックで周りを囲わなきゃいけないので、ガラスブロックでいいかな、とりあえずは。うん、あ、てかあれ、材料ちょっと忘れてきてますね。水がいりますわ。水がない、水入れバケツがなかったっすね。とチェスト、チェストもいります。水入れバケツとチェスト、チェストは作らんとないかな。あったー、ナイスー。チェストはラーチェストで、2チェスト分あれば足りるので、こんないらないっすこんないらないっす。で、あとここはねちょっと屋根をつけとかないと対策が必要な、水が凍っちゃったりとかするから、その辺の対策もいるからそこがまたちょっと難しい。 あとこれも使った方がいいな。これ一応仮ブロック用でスライムブロックのも用意してきています。うん、こんなもんかな。では回収して、まず 9×9 で、土ブロックを置いていきます。まあざっとでこの辺からでいいかな。2、3、4、5、6、7、8、9で、これ真ん中だけ一つ開けておきます。ここは水をね入れとくところなので、ここは埋めなくていいです。真ん中以外全て埋めていきます。で、この埋めたところに小麦の種を植えていくという、今回は小麦の種で作ります。ただこれ他の野菜、じゃがいも、人参、ビートルート等々でも対応しておりますので、他の野菜でも可能でございます。まあただ小麦が一番使うかなというと、こっちが真ん中でしたね。ここは真ん中ですね。で、ここの下に、ハーフブロック1個かまして、ここに水を流していきます。ここっすね、この上に水が残る状態で、どこでもいいので一旦仮ブロック置いて、真ん中にコンポスター、これで職業ブロックを置いて、農民さんを1人中に連れてくる必要があるので、そのためにコンポスターを置きます。で、農民さんがこの上に上がらないようにハーフブロックを1個かましておきます。で、次が桑を出さないと種とか植えれないので、桑と種、とりあえずこんなもんでいっか。うん、こんなもんです。じゃあまずは耕していきましょうか。ここを耕して全部、小麦の種を植えていきます。ほい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 、ポン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 。これね結構簡単に作れるんで、本当に皆様ぜひぜひ、作られてらっしゃらない初心者の方をぜひぜひお試しあれ。ただね、村人を連れてくるだけちょっとめんどくさいんで、そこだけそこ以外は本当簡単です。本当村人を連れてくるのが大変です。それ以外はもう材料に結構余裕でいっぱい用意できる方であればもう簡単に作れちゃいますので、村人さんをだから村人増殖器を先に作られた方の方が絶対効率としてはいいですね。僕の村人さんを2人連れてくる必要があるのね。中で仕事させるための農民さんと、それを受け取ってもらう村人さん、受け取る側は職業は何もついてなくていいので、こちら中の人が農民さんであればいいのね。ポン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 、
はい、こんな感じで全て植え終えたら完璧です。で次は周りを、ガラスブロックで覆っていきます。一旦仮ブロックを置いて、この上からポンポン2マスの、中の農民さんが出ないようにするための壁ですねを作らなきゃいけない。ここでガラスで覆っていきます。はいはい、とこんな感じですね。で周りをガラスで囲えたら OK です。と一旦降りましょう。でここ雪で溶けちゃってるから高さが合ってないので、とりあえず適当に仮ブロック、土でもいいや、土でもいいから埋めてみましょう。ポンと。で次がこの回収するところを作らなきゃいけないので、ここであとレールとかもいるな、ホッパー付きトロッコとホッパーソウルサンドランタン、シーランタン、この辺かな。うん、で仮ブロックは取ってと、だからここの2マスのとこに村人さんが立ってもらわなきゃいけないので、ここにソウルサンドだ、ソウルサンドで、ここ掘ります。ここ下掘ります。下掘ってここでホッパーとチェストがいますな。チェストここに、あーミスだ隣同士で置かんとラージチェストにしなきゃいけない。ここ置くとこ間違えました。ポンポン、ここっすね。でこの後ろから、ホッパーを置きたいんですが、掘らないといけないから一回煮た方がいいな。日が沈んでる。夜の作業は危険でございますので、おやすみー。次の朝、おはようございます。おはようございます。続きの作業頑張っていきます。よし。でホッパー置かなきゃいけないので一旦この辺掘っちゃいます。スコップ、スコップで掘っちゃいます。ここから OK ね。ここに、ホッパーをチェストに向けて置いていきます。でここはもう、埋めてて大丈夫なので、ポン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 と。であとはここもあれしとかんといかんな。ここガラス置いとかないと、村人さんが出られちゃったらダメなので、ほい、うまい、これで OK っすね。であとはポンポンポン、ここにトラップドアをつけなきゃいけないので、俺トラップドア持ってきたよな、持ってきてないですね持ってきてないですね。トラップドアがいるっすね。トラップドアは村人さんが抜け出さないようにするためっすね。外側の村人さんが抜け出さないようにするための壁として使う。もうすでにちょっと育ってきてますねいい感じいい感じ。これを農民さんをね、中にぶち込むことによって勝手にね収穫してくれるので、でチェストに溜まるという形になっております。こう一回種外さないと、仮ブロックを置いて、この仮ブロックに向かってトラップドアで、これでここを破壊、これで大丈夫で、一旦中に入りましょうか。でクワクワクワありますね。耕して種植える、ポン、ん、ポン、オッケー。で私が出れないで私が出れない、シルクタッチあるよな。一旦回収、ガラス、あと一つ忘れてました。これ角っこは明るくしたいんで、このシーランタン、まあシーランタングロストンでもいいですけど、夏は光源になるものだったら何でもいいですを置かれてた方がいいですね。
明るい方が育ちがいいのもある。あ、カード置いてないやん、そもそも。ポン、シーランタンのが見た目的にはいいかな。うん、こんな感じで数に4つ角置いといていただければいいです。よし、で、あとはレールを敷いて村ビートさんを連れてこうなきゃいけないですね。一旦こうレール敷いて、あとこのホッパー付きトロッコ、これを落とします。ここに、あー、これあれか、トラップ台を先に置いちゃうとこれ下に落ちないのか、ちょっと誤算でしたね、そこは。一旦トラップドア破壊します。これ落とせないとダメなんですよ。これに直接さ、ホッパー自体をね、あれすれば、これでほらね、2ブロック分の判定になるやないですか。で、これにこれだな、で、こう、で、こう、うん、これでいいわ。これでいいわ。で、ここに村人さんをぶち込む。うん、これでいきましょうかね。では、いい感じにできましたので、あとは耕して、植えられてないとこ植え直します。うん、OK かな。で、ガラスを置く。よし、あとは村人さんを連れてくれば完成ですかね。うん、そうですね。なのでこっからこう連れてこれるようにしたいので、あー、こっから横に曲がってそこにね、つなげれば村人のとこまで行けるには行けるんですよ。だから仮ブロック、こういう時の仮ブロックなんですよ。で、加速がついてないと多分上がりきれないと思うので、ポンポンで、ポンで、レッドストーンとチーポンで、こいつにつなげばいいので、うん、こんな感じかな。いや、つないどってよかった。本当にこれもともとね、村人のところで簡単に行くために繋いでたんですよ。それが今役に立ってます。よし、では村人さんを連れていきましょうかね。あとは村人さんを連れてくれば完璧です。完成でございます。では行きましょう、行きましょう。てかトロッコありますよと、トロッコで行きましょうか。あの日本の旗みたいなのが置いてあるとこは村人増殖機なんで、そっから村人さんを釣りましょう。ちょうどほらここ掘ったらうまいこと連れてこれるようにしてるんですよ。あっちゃーす、一旦ここ壊してポンからのポン。ちび村人さんが多いな。大人の村人やねん。でも、あ、オッケーオッケー。大人の村人になった。大人の村人じゃないとダメなんすよ。で、一旦ここは閉じときます。で、私のトロッコ。あら、俺2つ持ってきてしまったけど。なかったっす。まあいいや。すぐ近くなんで。さあ、行け。さあ行くのだ。ぴょん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 。これで村人さんが行くはず。シューン。オーケー、完璧。ここまで来ればオッケーです。はい、ということで、村人さんを連れてくることに成功いたしましたので、この方はうまいことそこに落とさなきゃいけないから、まずはこの方が絶対に逃げ出せないような形で、仮ブロックで覆う必要がございます。これね、スライムブロックがね、これだけしかないんですよね、今現状。なかなか手持ちが少ないもんで、なかなか仮ブロック、スライムブロックが一番便利やけど、とりあえず土でも代用します。土でも代用します。土はまあまああるので、これで村人さん確実にここに入っていただくためにここを覆います。ポンポン
でここも覆って、あ、念のためここも破壊して、ここ置けるかな。あ、起きた。よし、ではこれでトロッコを破壊。けたかな。あ、嘘、中に、まあまあ中にも入れなきゃいけないから別にいいんすけど、中にも入れなきゃいけなかったら別にいいんですけど、ポンポン、よし、ではあとここにもう一人連れてこなきゃいけないので、それを頑張ります。こら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 、ん、クソこいつ抜け出しやがった。あー、めんどくせ、抜け出しやがったぞ。ほらやべやべ、せっかく捕まえたのに逃げやがった。まだ連れてきますわここは時間かかるんですよね。もう村部さんは両方連れてくるまで、ここは時間かかりますので、時飛ばしちゃいたいと思います。頑張りまーす。はい、ということで、あれから時を飛ばしまして、ちょっとだいぶ大変でございましたけど、村部さんの、2人ほど、農民さんと、こっちの受け取る側はね、誰でもいいので、村人であれば何でもいいので2人ほど連れてきました。これで完成ですかね、とりあえず。で、あとはこのね、成長しきったものを農民さんが、収穫してくれますので、それをこの方が受け取ってホッパーに回収されるという形になります。で、この農民さんに与えなきゃいけないものがあるな。それだから最後パンと小麦と、小麦の種だなが、今回は小麦を植えてるのでね、お飲みさんに与えておく必要がございます。パンだけないのか、パン以外はある、パンだけないっすね。ちょっとありますので、パンを作ってみましょう。ほいっと、ある程度作っとこうか、10個ぐらい作っとこうか。で、小麦と種、これを1種類ずつ最後農民さんに与えておけば OK ですね。ポンポンポン、ふいふい、はい、農民さんドロップドロップドロップ、 OK、 はい、収穫し始めましたね。これで OK です。いやー、ほんと村人さん連れてくのほんと大変もう言うこと聞いてくれないからね、うまいことなんとか連れてきましたよ。これで農民さんが勝手に収穫してくれますので、それで、ここに村人さんにその溜まったやつを与えて、溜まったやつがホッパーから伝ってこのチェストに入るという仕組みになっておりますので、これはね、小麦以外にも、人参、じゃがいも等々、ピードルトですかね、あとはその辺でも対応しておりますので、まあでも一番小麦がね、私のワールドだと使いますので、村部さんお客さんにパンが必要だったり、小麦が交易で使ったりとね、いろいろ使えることが多いので、最初はとりあえず小麦でいいかなということで、小麦の方で作らさせていただきましただいぶ時間かかりました。はい、ということで本日はカチャの残実糖小麦収穫機、人参、ジャガもビートルトも対応しているよのサーチを作らさせていただきました。イエーイイエーイ。これでね、家の横にもね、爆速でコップを使ったやつでね、小麦を増やせるやつがあるんですけど、それと同時並行でよりさらに増やせるのでいいんではないかなということで、今回は作らさせていただきました。ということで、また次回の動画でおしましょう。わったらーばちょ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 ー。